Hello there! 始まりました。もちしチャンネルです。ですね。今回はですね、先ほど受けてきたトイックですね、について話したいと思いますね。第238回トイック公開テストですね。今回は神戸で受けたんですけども、まあ会場面白かったので、まあその辺の話は、次回の動画でしようかなと思います。まあこんなこと起きるんだな、みたいなのが起こりましたね。で、それぞれのパートの感想ですね。まあ、手袋フォームとでもしておきましょうかね。まあ、トイックって一つじゃないので、フォームいくつかあるので、なので、まあ、同じ問題じゃなかった人も、多分見てる中で多いとは思うんですけど、僕のものですね、の感想を言っていきたいと思いますね。パート1はまずですね、普通ですね。まあ、優しめといえば優しめ、よくあるものですね、が多かったんですが、やっぱ消去法をうまく使われたかどうかじゃないですかね。なぜかっていうと、正解になれないと言われてたやつですね。1回しか過去に正解になってなくて、もうその後出ていなかったですね、ある表現がまた正解として登場しましたね。すごく久しぶりに登場しました。で、あとはもう一個、こんな表現は正解に出てきたことがないの、初めて聞いたなっていうのがありましたね。で、パート2ですね。もう慣れましたね。もうおなじみのパターンでした。多かったのは、まあ前のですね、パート2の対策動画で紹介したようなやつですね。いわゆる直接的に答えないでですね、誰々が知ってるとか何々見なさいとかですね、そういうパターンが非常に多かったですね。半分が、いわゆる、遠回しの変化球でした。数数えてきました、今回はですね。で、あと when plus where、when versus where ですね。これも紹介したやつですけど、これも出ていますね。2問ぐらいあったと思いますね。パート3ですね。まあこれも慣れましたね。もうそこまで難しくなかったと思います。で、それに対してパート4が難しかったですね。おそらく、上級者でも2問ですね。あ、2問というか2セット、あれこれどうなんだろうって思ったと思いますね。で、上級者じゃなくて800点ぐらいのレベルだったら3問、多分場面が分かんなかったと思いますね。7セット中3セットの場面が難しいっていうので、かなり難しめだったんじゃないかなと思いますね。で、パート5は、まあこれは普通めでしたね。結構優しかったかなと思いますね。で、次がパート6ですね。パート6は、いつもよりは優しめでした。文を入れる問題ですね。挿入する問題が優しかったので、ああ、ちょっと優しめだな、今回と思ったんですが、ちょっと文法でかなり難しいのが出ていましたね。多分あの文法問題は、学校とかでは絶対習わない文法事項なので、かなりの人が間違えたと思います。で、パート7ですね。まあ、かなりシングルパッセージは大変だったと思います。探さなきゃいけない情報を照らし合わせるもの、これ回答の根拠なんのかなみたいなのですね。っていうのが結構あったので、時間がかかってしまった人が多いと思います。それに対してパート、あれですね、ダブルパッセージ、トリプルパッセージと言われる、マルティプルパッセージですね。これは非常に優しかったですね。読む量がすごく少なかったです。で、情報も照らし合わせさえすれば、サカサカ解ける問題でしたね。推測があんまりなかったので、サカサカ解ける問題が多かったですね。なので、今回はそうですね、わからない、シングルパッセージのわかんない問題を飛ばして、ダブルパッセージやトリプルパッセージに取り掛かった人が得をしただろうなっていう、そういったのが僕のフォームでした。はい、こんな感じでですね、今回の感想を述べてみました。で、受験会場であったですね、面白い出来事に関してはですね、後ほどというか、明日動画を上げたいと思います。Make sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.